ずいぶん待った割に始まってみれば思いのほかあっさりだ。どうも皆さん、おはこんばんちは。大高実況の大ちゃんです。本日もGoTwitter3やっていきたいと思います。前回のあらすじなんですけど、自分たちのふるさとが壊れてしまったので新しいところを探しに行こうという話です。はい、以上。そんなんでいいの？この状況のことさ。前に覚えてるか。なんだいなんだい。俺たちはあの牢獄で、いや本当にひどいところでしたよ。隙間風はあるし、なんかめっちゃ狭いし、みんなで暮らしてるし、手錠かけられるし。そんなとこあった？ないでしょそんなところ普通。ここで最初の問題発生だ。何？じゃあ外に出て俺たちがやるべきことは一体なんだ。いやまあ家ですかね。家探し。あ、全然ないわ。金儲けかな。まあそうだよな。おお。俺はずっと心に決めてたことがある。なんだいなんだい。ここから先は実力の世界だ。とにかく稼いで。ああ、だからそんなにお金にこだわるのか、優子は。いいと思う。だろ。うん。そして俺たちの港を使う。わあ、なるほどね。自分たちの国というかね、住処を自分たちのお金で実力で作るという素晴らしい目標でございます。お互いの夢を支える。そんな港を。よし。そのためには絶対に任せろ相棒。ピシガシグッグ。乗ってくれるか。即答で受け入れる。もうこの即答で受け入れるっていうコマンドが表示されてる時点でも即答で受け入れられてないよねこれ。サンキューな。あざす。ありがとうな。どうもどうも。なになに？エイミーから聞いた通りです。所属不明のキャラバンの救難信号を拾ったの。この辺りで救難信号ではバランの船かしら。何？怖すぎでしょ、そんなの。人食いじゃん。カニバリズムじゃん。怖。やめとこう、そんなとこ行くの。クレアちゃん、待ってよ。ミッションお疲れ様でした。お互い無事で何よりです。あの、この間失礼しました。え、何の話。いや、その、初めてお会いしたとき、ぶしつけな態度とってしまって、くそかわいい。あ、人見知りだったな、もしかして。いやー、あ、選択肢ないな。ここでいじめる。あの、さらに S、俺の S を見せつけるみたいなコマンドない。はい、というわけでやっていきましょう。レッツゴー。なんか新しいマップだね。すごい。綺麗な場所。いいね、マップも。オブノ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 。危なかったぜ。あ、ちょっと離れすぎてる。攻撃が当たってないよ。あー、ちょっと遠距離攻撃やめて。遠距離攻撃はせこいぞ。ほっほっほっほら、このね、ロットが強いんですよ。いくぜ。てらてらてらてりゃてりゃ。これマジ強い。おー、こっちにもいるね。獲物ちゃんがビュンビュン。いてててて。ちょっとはしゃがないで、モノちゃん。このロットがマジで強いから、みんな見てて。ほら、超あの疲れちゃうんだよね。でもあの出し方、ロットの出し方は分かったんだけど、しまい方がまだ分からないっていう。ほら、てるてるてるやっぐらー、うらー、俺は必要ない。俺別にいらなかった。はい、いつもこれ。いいね、みんなで歩いてるの。クレアちゃんの武器かっこいいな。ドリルじゃん。はい、視認できますか。ん、いた。いた。あ、いた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 。女の人なんかな。待て。うん。おおおお、ちょ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 、あ、かっこよ、俺。俺かっこよ。しかもかなりの手だ。マジか。お前は下がって支援を頼む。怖いね。いや、なんでみんなで4人で叩けばどうにかなんない。うわ、そのハンマー、うわ、力強っ。うわ、やーば、めっちゃ身体能力。確かにね、かっこよ。何、なんだこれ。そんな能力俺知らないぞ。なんだこいつ、いきなり。あ、これ俺も使える。これは俺も使えるよ。
だけど何これ軌道って。おお、危ない危ない危ない、おおすげえ、ちょっとお前だけボッコボコやんかっこいい、やっぱこの2人のコンビネ、え、ででででで、この2人のコンビネーションいいね。うわー強ー、あ終わった、死んだ、あ生きてるよかったね。あ早く、あっえっ、お前さ俺のことはいいよみたいなのに言えよ忘れますね、優しい、やっぱ友達だからか。いや、こっちが聞きたいわ目的を言え、本当ですね。おい、了解です。オーナー、先ほどの戦闘の映像です。はい。アクセルトリガー、まさか何ですかそれ。ユーゴさんからの通信つなぎます。はい。イルダ、これから対象に変わる話があるそうだ。どうぞ。こちらはバラン所属のエイジ。バラン、コードネームルルだ。ルルちゃん、かわいい。方法を失った。バランまで行くの、やばいところじゃん。ずいぶん手荒なご挨拶だったのね。ちょっと信用なんないよね。についても謝罪する。普通にいい子どの口が言って手加減した。我々は他の方法を教えられています。わあ、かわいそうな人たちなんだな。あなたの言う素性が本当なのかバランに問い合わせるわ。少し時間をもらうけどいいわね。賢いな、美里さん。いいだろう。バランからの返答来ました。何ですか。ルルというエイジは過去に遡っても存在していない、とのことです。ひど。あの人は一体誰なんです。え、絶対見捨てられちゃったんでしょう。はい、0.008ppm です。 ppppap 制限時間10分か。何が。ハッチを開けて、私が直接話してくるわ。はい、ハッチを開けて。かわいい。あら、歩き方も優雅ね。何してんだ。彼は私の船の乗組員よ。話してはもらえないかしら。身長でかいんだね言ったはずだ。私をバラン、ルルという名前のエイジは存在しないそうよ。ひどい話よね。あらゆる記録を検索して実際にバランにも問い合わせたわ。うん。けれど帰ってきた答えは、本当にいない人なのかな、記憶障害なのかな。という人間は存在しない。どっちなの。そんなバカな。だって私はつい先ほどの任務。なんかかわいそうになってきちゃった。残念だけどあなた。ああ、一緒に行こう、俺らと。私は、かわいそう。ひどいとこ、もう帰んなくていいよ、そんなところに。お前と対等に切り詰め詰めなんで、正直言うといたよ。軽く言ったらしい、キリズムを気づいたみたいな。どうやらとんでもない証明を人気に。なるほどね。怖っ。俺らのところも結構ひどかったけど、ねえ、バランに比べたら全然、なのかな。ねえ、そんな気がします。おい、というわけでミッションにやっていきたいと思います。あ、またこの雲か。了解です。ちょっとチャッ、そうですね、チャッチャと終わらせて。お、本当にチャッチャだ、本当にチャッチャ。はい、忘れてました。はい、爆発するの忘れてました、クソ痛えです。おら、忘れちゃあ、なにこれ、なにこれ、リヴァイ、なにこれ、誰なのあなた、かっこいい、なんか海の怪獣って感じがするね。怪獣だこれ、間違いなく。おら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 、
いけいけ、みんなでみんなで詰めろ詰めろ詰めろ、いけいけ、これチャンスぞ、マジでチャンスマジでチャンスマジでチャンス、みんないけ、あー疲れちゃったちょスタミナゲージちゃんと見とかないとだな。あ、逃げちゃう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 、みんな、みんな行くよみんな行くよ、あったあったあった、おら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 、どういうこと、周囲警戒しました今、なんか強くなったってこと、なんかえ何これ、やりますね、何そのホモみたいなこと言ってんの、なんでそのホモみたいなこと言った、野獣戦みたいなこと言いやがって、よっしゃ行くぜ純然たる捕食者、グラブラブラブグラシャせやろー、すごい、なんか思ったより早かったですね、ね、俺も思ったというわけでね、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。皆さんもぜひともゴッドイーター3自分でプレイしてみてはいかがでしょうか。またお会いしましょう。続きのストーリー気になるね